ティレル023は、ティレルが1995年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラカーでハーベイ・ポスルスウェイトが設計した。1995年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。この年新たに携帯電話端末製造会社のノキアをタイトルスポンサーに迎えた。レイニさんには1993年いっぱいで、 禁止されてしまったアクティブサスペンション同様の機能を発揮し、セッティングの幅が広くしかもセッティング変更の時間も短縮できると言われた新機構、油圧式のハイドロリンクサスペンションを装備していた。しかし、シーズン開幕直後からマシンには速さが見られず、第9戦ドイツ GP 以降は022に搭載されていたものと同じノーマルサスペンションに変更されてしまった。 サイドポンツーン後方法は高さも幅もレイニにより格段に細くコンパクトにされていた。また、センターディフューザー上で左右ステップボトム後端を合流させることでダウンホースの増加にも努めた。しかし、対照的にフロント周りはレイニと告示したデザインだった。第13戦ポルトガル GP のスタート直後に大クラッシュにあった片山右京は、 第14戦ヨーロッパ GP を欠場した。大役にテストドライバーのガブリエル・タルキーニが立てられた。第15戦からは再び右京が復帰した。1994年の活躍からさらに躍進が期待されたティレルだったが、ミカサロの3度の入賞による5ポイントしか獲得できないシーズンを送った。ノキアはこの年いっぱいでスポンサーから撤退した。 最終戦オーストラリア GP のスタート直前、サロは、あと80周だけしたら、二度とこの車に乗らなくて済むと思うと嬉しくて、とコメントするほど、レイニさんの出来は良くなかった。1995年イギリス GP でのレイニさん、ミカサロがドライブ。ありがとうございます。